事故です。誕生日全集の中にパーソナルデーという誕生日の数字について書かれているページがありましたので、そちらを朗読します。今日は誕生日が5日の人の項目を読みます。鋭い直感力と冒険心、そして自由を愛する心はパーソナルデー5の人に共通の特徴です。新しいことを求め情熱的に取り組むパーソナルデー5の人の人生は実り多いものになるでしょう。旅行や思いがけない変化に遭遇することによって物事を見る目や信念に本質的な変化が生まれます。いつも人生に刺激を求めています。しかしながらまず責任ある行動を取れるようになることが大切です。また思いつきで行動をしたり何事も度を越したり落ち着きのない行動を取ったりしないよう注意も必要です。またこの日に生まれた人は概して我慢と細部への注意が足りません。せっかちな行動や憶測に基づいた行動を慎めば成功は間違いありません。客観性を保ちながら流れに逆らわずに生きる生まれながらの才能を生かしましょう。長所、多彩である、順応性がある、革新的である、直感力が鋭い、魅力的である、大胆である、自由主義である、機敏である、基地に富んでいる、好奇心が強い、神秘的である、社交的である。短所、気が変わりやすい、優柔不断である、一貫性がない、信用できない。以上です。今日も聞いてくれてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた。バイナラー。